伊藤伝七十代目十代目、伊藤伝七から1924年8月12日は、明治大正期の起業家。三重県四日市市出身の三重宝石創設者で、第二大東洋宝石株式会社社長。三義鉄道建設に指費を投じて沿線に、小野田セメントを誘致した四日市名誉市民の十一代目、伊藤伝七は息子である。 伊勢国三十軍室三村の酒造業の伊藤家に生まれる。母は新氏。シンシミス。陽名は伊藤聖太郎。江戸時代の幕末期に厳服して伊藤伝一郎。1883年に父の九代目伊藤伝七が亡くなり伊藤伝七を襲名した。1879年5月60歳で没死した期待の生死王伊藤小左衛門の遺志を継いだのは 生死頭の伊藤小十郎と後に宝石王と称される伊藤伝一郎の二人であった。伊藤伝一郎は伊藤小左衛門と父の伊藤伝七九代目の指示で免死宝石業を開始する手術の調査をした。明治10年度に東京上野で開催された内国官業博覧会を見学した。1880年に輸入宝石機械の払い下げを受けて創業を開始した。 技術と動力となる水不足により生産量が上がらず経営は行き詰まりかけたが三重県令の紹介で渋沢栄一の治遇を受け渋沢の援助により1886年に三重宝石会社として再スタートした1906年に緑地法省を受けたこの年記事の出産にメリアス商会を移転した1918年には 貴族院多額納税者議員に当選して、1921年に4号村役場を、実定、伊藤伝平と共に建築して寄贈するなど、四日市地域に貢献した。四日市市四教出張所を経て、四日市指定有形文化財となり、四郷郷土資料館として活用されている。1924年8月に傍石人筋の人生を過ごした10世。 伊藤伝七は七十二年の生涯を奈良県の生駒市の別荘で閉じた。生前の功績を称して小六位を授与。伊藤伝七十代目は父の九代目と共に三重宝石賞を起業した繊維業界の創始者の一人。三重県の政財界の重鎮として大日本帝国期に活躍した起業家である。九代目伊藤伝七と五代目伊藤小左衛門とは、 重慶帝同士であった。九代目殿七は、明治初年に、面子宝石業経営を志し、鹿島万平に教えをこいた。十代目殿七は、子供時代から秀才であり、二十歳で副校長に、就任した。父と、伊藤小左衛門から宝石業を勧められ、赤羽工作局、鹿島宝石所、富岡製紙所、横須賀造船所等を視察し、千八百七十七年間営の、 堺宝石所に26歳で見習い校となった。宝石技術や繊維技術を見習いで習得した。1880年に小材門と連名で二潜水防機の払い下げを出願して許可され、1883年に水力を動力とする三十宝石所を三十県、川島村に創設した。当初経営が振るわなかったため、三重県令の石井国道の紹介で、 渋沢栄一に相談したところ規模の拡大を進められ、1886年に渋沢の支援で株式会社組織の30宝石会社が設立され、三重宝石所も同社に合併して、川島分工場となる。九鬼門七7、やつまきみともに、同社創立委員に選ばれ、翌年には委員権支配人に就任した。技術長には、 神部大学校卒の斎藤構造を迎えた。三重宝石は日清戦争の特需で大きな利益を上げ、明治30年代には三重県と愛知県下の宝石会社を次々と九州合併して日本屈指の宝石会社となった。1914年に渋沢と協議して大阪宝石と合併し東洋宝石を設立した。 10代目電七は1916年から1920年まで東洋宝石2代目社長を務めた。その後も1924年に亡くなるまで同社の相談役を務めた。また、四日市商工会議所の副会頭や貴族院議員を歴任した。伊藤家は大々出産で農業を経営して、中世に七屋経営、木綿中外業を兼業して、八世。 伊藤伝七が、清酒の醸造業を経営していた商人の家柄であった。村役人と、給料主の公用を務めた。旧聖、伊藤伝七は、年寄り役、庄屋副古町を、さらに用達酒造取締り方、米問屋を係が野党の役職を務めた功労で、明治分脇が許可された。王将や核となり、明治維新後は、酒造用の機械を製作して、 三重県内の博覧会で、たびたび受賞している。母ミスは4歳の時に病死した。父は、直後に再婚して、弟2人が誕生したが5歳は病死した。三度目の妻も亡くなった。現時元年に、伊藤伝七が13歳の時、大官所から、病児立て脇を許された。1875年、24歳で、四日市の鈴木吉兵衛の次女雅子と結婚した。 三重宝石は工場の新設と企業。1889年に三重宝石第二工場。1893年には名古屋市に三重宝石分工場。1897年には津市に新工場を建設。1901年には伊勢宝石を買収して、1905年には名古屋市に本社があった関西宝石と合併し、1906年には 津島宝石と大阪西成宝石を買収。1910年には桑名宝石所と下宝石所などを次々に買収して新工場を作っていった。それまで浅い土製だった高価な漁網を初めて面紙で製造に成功した。ありがとうございます。